サムガからアングスの方に歩いて行ってるんですけど、今からマミちゃんとエノちゃんと遊ぶ予定なので行ってきます。これは廃墟じゃないよね。でもなんか不思議の入り口って書いてた。なんかそこから入れるのかな。裏、マジ裏とかじゃなくて。いやーせよー、こりゃ分からんわ。これがメニュー版らしいです。梅干しのあの、うん、のなんだろう、いい匂いするよ。ああ、なんか酸っぱめのな、読めない、読めない、英語オンリーですね。コーヒーしか読めない、コーヒーティー。シー、よちょばでかい。え、英語、どうするんでしょうか。イリン、イリンダンになるんでしょうか。おー、なんかめっちゃお湯に見える。まだ早いかも。ああ、ちょっと待たなあかもな、1、2分。今お客さんおらへんから私たちだけの貸し切りになっとるんやけど、恥ずかしいわ、撮影タイム。では皆さん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。皆さん健康な1年を送りましょう。メニューあったやん、あの分かりづらいメニュー。ほんまや、分かりづらいマミちゃん。分かりづらいで。さあ食べる。お腹がペコペコでございます。でっかこれ、大食いの人のやつみたい。これハプニはスコーン。おばばお腹すいたので先いただきます。お腹すいたよ。食べたことある。これでこう、クリームかなって思ったらバターでした。お腹すいた。正直なんかもう丼食べれるぐらいお腹空いてる。分かる。私なんか麺食べ、前の担々麺も美味しかった。ラーメン言うやん。いつもうちらラーメンやな。南国といえばラーメンじゃない。柚子の味するの。柚子好き。大好き。じゃあおすすめ。やばいよ、真っ白やそら。ここが最近流行ってる塩パン専門店らしいんですけど、すごいウェイティングしてます。ミョッティーミや12チームやって、すごい人よ中。今日もラーメンを食べに来ました。4時前です。何ご飯でしょうか。おやつです。完食完食。わ、滑るな。雪がまだ残ってる。このラーメン屋さんは私2回目です。寝合わせよう。あ、いいじゃん、ここ。何しよう。ラーメンだな。ラーメン。ラーメン屋に来てさ、丼しか頼まへんって。私は豚骨ラーメン。私もそれにする。で、美味しそう。3番目ってことか。チャーシュー豚骨ラーメン。チャーシューが。ニンニクなんそれ、入れる、ニンニクってやっぱいるよな。いるやっぱなんか少しずつ足りない、やっぱパンチがいるわけよ。ニンニク大事よ。韓国生活で不便なことと大変なことを教えてください。不便、うちらは不便じゃないけど、やっぱ外国人登録書がないと人権ないこと。確かに発行までに時間かかるからな。何でもかんでもインターネット社会じゃん、だからいちいち登録すっごいしないといけない。めっちゃわかんのが、何でも会員登録して登録せなあかんっていうその手続きの流れが、パソコン音痴としては結構大変、しかもなんか外国人登録書だとできないのとかもあるね、サイトによっては。あれがちょっとダメ。そうやな、韓国人じゃないといけんとか。そうそう、ネット社会すぎて本当にやったところもあるよね。日本が恋しくなる瞬間。いや、それはもちろん常に食が日本が好きだから、日本食食だよね。韓国の方が楽っちゃ楽ないからな、やることなんでも早いし。話は変わるけどさ、あの日本帰ったら何使ったらお金、ペイとかさ、ペイとかあれよ、ペイペイ。なんかみんなペイ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 言ってるよな。うちペイペイ持ってないからさ。私も。そっか、それより前に韓国来てるからさ。そうよね。ペイペイ社会じゃなかったまだ。私も最初全然違ったし、めっちゃ臭いと思ってたけど、ペイペイのポイント還元もすごいいいし。そうなんや。カカオペイみたいな感じで、お金入れといたら引き落としされるよみたいな感じ。そうそう。だけどすごい還元率がいいし。私らはそんな買えることないよ、日本。どうなの、それは。え、でもずっと入ってると思う、その中で。お金が。なんかこの前、思った時に、現金と
とかあんま持ってなかったから、うん、細かいものを割り勘の時に困って。あ、確かに確かに。もう割り勘の時はペイペイとか。割り勘でペイペイ使うの。うちらで言うケチャイチャハッキャっていうのがペイペイだった。へー、あ、それもできるってこと。そうそう、そうだったのに送るってできるから。知らんかった、初めて聞いた。だから日本も進化してる。うん、遅いけどね、やっぱまだ韓国とかと比べたら、うん、いつもさ困るのがさ、うん、カードになれちゃうやんか、計算、うんうん、とかも考えずにもう刺すやん、うん、だから日本にいた時に計算に頭が回らんかったりとか、うん、小銭を数えるのがめっちゃ遅くなる、うん、何百何十かって。日本でも全く現金使わない私、昔かな、現金自体を、うん、ほぼ何カードだっけあれ。あー、あれな、デビットカード、デビットカードみたいな引き落としないやつ。そうそうそう、うん、をメインで使ってるから、うんうん、使うことなかった現金。なんか日本に帰った時ね、どうないしてるんやろって気になってた、うんうんうん、何百何十何円って言われた時にそれを出したらちょうどいい感じのお金が返ってくる、小銭が返ってくるとかって、そういう計算がすぐにできない人やから、うんうん、とりあえず1000円出しとこうってなって毎回1000円出してたら小銭だらけになっちゃってさ、うんうん、困ることとかね。私めっちゃ小銭だらけになって帰ってくるんよ、全然小銭出す使って、うん、全然使わないよ本当。自転車駐輪代ぐらいだよ、うん。でもさ、うちの近所の駐輪代はもうペイペイ使えるのがあるから、うんうん、ペイペイじゃなかったらなんだっけ、パスモとか使えたりするから、うん、パスモって何？イコカみたいな。イコカ、デイカか。そうそうそう、デイカとかのパスモ。へえー、あるやん、それ。土曜日か日曜日横ダメなんだよな。最後はスタバ。スタバで締めくくり。乾杯。ただいま標準語ゲームをしております。で関西弁が出たら罰ゲーム。え、怖っ。ペッチンぐらいにしよう。あ、そうしよう、そうしよう。これしよう、これしよう。いくよ。3、2、1、スタート。はい、あなたたちを喋らないといけないのは、何黙り込もうとしてんの。頑張ります。頑張るね。マミちゃん喋ってよ。喋ってよ。マユさん、どうぞ。じゃ最近の出来事。最近って何やろ。あ。でれー。何やわ。でれー。最近の出来事は日本に行ってきたよ。おお。日本のどこに行ってきたの？実家に帰ったよ。実家に帰ったよ。じゃあ今のは見逃してあげるよ。ね、実家に帰ったよ。もうダメだよ、逃げるよ。実家に関西弁やったな。帰ったよだよ。実家に帰ったよ。まだ。一旦スタート。今日の夜ご飯は何を食べるの？あとさて、キモいわね。キモいわね、ダメ。何やわ。テーブル。ダメだ。スタート。スタート。今日の夜ご飯は何を食べるの？料理めんどくさいから、さっきのラーメンでいいかな。でも何か残ってるって言ってたよね。あー、サーモン。サーモン。マミちゃんは今はお腹いっぱいで何も考えられないかも。上手よ。上手ね、うん、一番なんか慣れなのお前さんよ。体が動くから関西弁やった。難しいな。そんな意識変わる？でも授業してる時は標準語やからいいねんけど。え、でもイントネーションとか絶対関西弁じゃない？ちょっとずつもしかしたら入ってるかもしれんけど、発表の時を意識して。標準語に変えるって無理かもしれへん。こういいよね、関西の地っていうか。違うな。だってさ、埼玉大学なんだけど、うん、他の子はみんな直せてるけど、うん、大阪だけは直らない、うん、イメージ。確かに周りでも直ってる子見えへんな。てか、なんか伝染させてる、むしろ。なんかでもこれが標準語やから、自分の中では。関東の人は関西弁映るってなるけど、る私らが関東弁映るってなったら映らんくない？だからえのちゃんも関西弁映るかな。うん、たまに喋ってるもん関西弁。でも私はあっちだもん、親は両方だって。あ、そうやんな、言ってた言ってた。東京の人とか標準語の人がいたら1対1やったら映ってる時ある。そうだよねとか、そうだよねって言ってる時あるから。そうだね、うちないかもしれない。そうなんだ。なんか私は普通すぎて気づかないんだ、それが。あ、何借りた？バイバーイ。バイキュー。